ではこの時間からは毎日展望をお届けしてまいります。解説していただきますのはスポーツ報知の長谷明紀記者です。長谷さん本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあスポーツ報知杯7日間のロングランレースで行われておりますが、本日6日目準優勝戦日を迎えましたね。やっときましたね。馬場さん、世の中今3連休でご存知ですか？知りませんでした。まあ、僕たちはまあずっとね今節の長いので、はい、まあ、選手もそうですけどね、はい、頑張りましょう。もうちょっと明日まで頑張りましょう。頑張りましょう、はい、はい、ということで本日の9レースから11レースで準優勝戦が行われます、はい、さあまずは昨日の5日目に準優進出戦が行われまして、うん、結構ねちょっと勇みも足もあるレースもありましたけれども、関口選手がね、まあ、最初のまあレースでフライングを切ってしまったんですよね、うん、そうなんですよね、まあ、プラス 0-1 だったんですけどね。はい、いや今節本当フライングが多いんでね、うん、ね、やっぱりフライングになっちゃうとね変換が出ちゃうんでね、はい、そうなんです。やっぱりちょっとレースがね乱れちゃうというかね、あるんでね、うん、まあ、選手はもうちょっと注意はしてるけどね、はい、いやもうスタート気をつけて気をつけて今日も頑張っていただきたいと思います、はい、さあということで昨日の準優進出戦から、失礼いたしました18名の選手が出揃いましたけれども、そうだね、6人がね、はい、落ちたんですけどね。そうなんですよ。その中に結構地元勢が入ってたっていうのが、ね、そうなんです。僕の中で悲しかった悲しかったです。ただただ地元からも一人ね一人いますからね、乗ってきましたから、うん、はい、ということで9レースの1号艇に大沢選手、そして10レースの1号艇に熊谷選手、そして11レースの1号艇には江口選手と、この3名が本枠を手にいたしました、はい、ということでお客様にはですね本日も最終レースまでぜひお楽しみいただければと思います。それではまずは長谷さんの今日の注目レーサーのコーナーから参りたいと思います。まずはそちらのフリップからご覧ください。さあ長谷記者の今日の注目レーサーなんですが、江口昭雄選手を挙げていただきました。さあ注目ポイントは、夜の方がいいんです。夜の方がいいということはナイター向きですよ ね、 ね、江口さん毎日まあ2回走ってるから、はい、もちろん昼間走って夜走るというレースがあって、はい、今節やっぱね、うん、コメント通り前半は時なんかうーんしっくりこないんだよねとかね、ちょっとなんか落ちたかなということがあるんですよ、はい、夜になったらなんかいい。でも本人まだね、うん、回転エンジン自体の回転が回りすぎてるのか回ってないのか分かんない、でもイメージでは回ってないんだと思う、だから夜の方がいいのかなとは言われたんですけどね。まあ今節はねフライング休み明けとはいえね、家とも家ども素晴らしいですよね。今節はオール3連隊ですね。でも本人のコメントはね、はい、で道中の足が大したことないんだよね。そうなんですか、この、まあ、昨日の前半もね回ってからキャビってるしね、はい、なんか見た目はそうで、ね、あの本人はね今、うん、体感が今、ただ本業者、はい、スタートする行き足だけはいい、だからスタートが届いて決まってる、はい、だから本人はね、はい、昨日もね準進戦09行ったからね行きましたね、まあ、今節の状況を考えたんですよね、はい、気をつけないといけないよ ね、 そうですよね、あんまりそこは、はい、ね、スタート行き足がいいからスタートは行ってやっぱり気をつけないといけないねというのも、はい、スタートはいい勢いで行かれてるというのがどこか強いところでしょう ね、 ですね。ここはまあメンバー的には枠なりでしょう、はい、うん、まあ動くような人はいないと思います、まあ、ピット離れが本当変わらない限りは枠ないと思いますね、はい、さあ江口選手もちろん本命でしょう ね、 ね、まあ、素直に相手探しに絞ってもいい顔ぶれと思います。さあ相手探しまずは対抗評価コースではやっぱり村田選手なんですけどね、ただずっと話を聞いたりレース見てると、うん、直線系とかね船足自体は悪くない、はい、ただターン足そこがねもうちょっとのような気がするんですよ ね、 なんか船の帰りとかね乗り心地とかね、うんうん、その合う合わないとかいうのあるのかな、だから2コースから有利だけどちょっとどうかな、うん、で3号艇テリア選手も夜の方がいいです。こちらも夜の方が、ただテリア選手は船足はそうでもないという、はい、まあ、いい人はいますね、特に行き足関係は自分のスタートはね、うん、と勘と実際の勘と半分ぐらいちょっとねずれてるっていうんですよね。そうなんですね、だから乗り心地がだからこれね村田選手とテリア選手の船足を足して2で割ったらちょうどいいぐらいになる、なるほど、ちょうどね足なんですよね、はい、なるほど、でもまあうち考えれば
ね、横川選手が F2 ってことを考えればね、うん、やっぱりこのまあすんなりなら江口選手の相手は村田選手かテリア選手になるんじゃないのかなと思うので、はい、まあ、2着はちょっとまずここら辺で、ね、1、2、1、3からで3着をどうしようかってことね。それが3着がやっぱりモーターで出てるのは大和選手ですよ ね、うん、ねやっぱりこれね、本当に伸びに関してはいいと思います、はい、ただね出足がねいまいちとか ね乗り心地がいまいちとか言ってるんですよね。生地方で言わせてもらうとね、はい、そんな関係ないぞって言なるほど、もう出てるからいいじゃないかヤマトと僕は思うんですけどね、イタリアでヤマトっていう感じですね。可愛いからねそういうんですけど、はい、でもね横川選手はもう F2 というだけ評価されてます。そうですね、やっぱり道中もうスタート丸ランプがついたらそこはもう問題ないですよ、うん、もうレースは道中うまいですから昨日みんなね横川パーお前上手だなって選手が言ってましたからね。やっぱりそうなんですね。やっぱそこだからやっぱり、ね、彼はねスタートタイミング的に決まってるけど本人はね、はい、気使ってますよってそうなんですね、万が一がありますからって、はい、今は自分が信じられませんからってなるほどいうことを言ってたんでね、ちょっとね、うん、横川選手よりも僕は、ね、大和選手を注目してるんでね、まあ、まあ買い目は1213からで、まあ、ちょっと3、5、4、まあ、2、3着、3着をね、はい、っていうフォーカスを出してますけどね、出してますけど、さあ狙い目では地元最後の砦です。砦です、本当に頑張っていただきたい。大和が地元最後の砦になっちゃいましたよ間違えましたよ、スポーツ法地配で最後の砦になっちゃいましたよ。でもねスポーツ彼がねこれまで優出は1回だけあるんですよね、はい、そうなんです。それがまあ17年の4月の大村おスポーツ法地配なんということでしょう。だから大和と僕はその辺の関係が分かってるんで、大和はね、はいはい、運命の法地配ですからあ赤い糸でつながっている、赤い糸でつながってるんですよ大和とは、はい、だからいや本当伸びがいいんでね、はい、横川くんが F2 なので、うん、彼よりも早いスタートもしくはちょっとでもね、うん、まあ、胴体行けばね伸びていく足があるんで、はい、とにかく大和くんって結構考える子なんですよ、はい、どうしよう調整、いやもうだから伸びるんだから、うん、スタート行ってガツンと握ってこいと握ってこいと、そうすればね、うん、僕は優出十分あると思ってます。はい、ですんで大和が行くと、うん、ちょっとごちゃ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 になるんでね、ここは1号前と、ね、大和くんのレース先は1号前としましょうか。はい、わかりました。気持ちはとにかく ね大和信じ、お前を信じてるぞ、はい、信じだけに、うん、はい、ということで、注目今日の注目レーサー、江口昭男選手の第11レースの準優勝戦挙げていただきまして、はい、本戦狙い目このように挙げていただきましたので、ぜひ皆様予想の参考にされてください。さあ長谷さん、今日今節最後の例のコーナー、そうですね、もう今節最後、はい、対応ですよ、せーの、うん、困った時の長谷田のみ。さあこのなんか昨日ババさん、はい、5日目でしたか、5日目です、なんか10万周とか出てましたね。10万周ありましたよ、13万ありましたよ。13万円ですか、ありました。穴の匂いはどうでしたか、その辺の。いや僕あのレース穴の匂い全く知らないですけど、1号艇硬いと思ってたレースだったんで ねちょっとあの1マークでもヒヤっていって、ハイドキーと思ってギョッといってしまいました。いやいや、まあ、荒れてるレースがあるんですよね。ありますけども、なかなかね、なかなかですよね。昨日もね、本戦当たってたんですよ。本戦ですよ、本命ですからね。ちょっとなんかどっかねと思ってるんですけど ね僕結構こうしつこい人間なんでね、もう気になる選手ね、あの人なんですよね。わかります。その気になるあの人のレースを見ていきましょう。はい、さあ困った時の長谷田の実は今日の第9レースの準優勝戦を挙げていただきました。はい、気になるあの人とは。まずまあ本戦から話しましょうかね。ちょっと気持ちが焦りすぎましたね。はい、大沢選手が1号艇となりましたね。はい、まあ、昨日は2コースから指して1着となって、ね、それが効きましたね。はい、もう1号艇ですからね。うん、船足はね、はい、昨日は良くなってた。あ、そうなんですね。昨日はね、なんかね、山崎選手相手に刺してバックでも捕まらなかったんで、うん、山崎選手は結構、山崎吉田選手が結構いいんでね。いいですよね。中堅上位と言ってもいいんじゃないですか。おっと、やっとそういうコメントが。ただ大沢選手ね、今節はね、はい、調整しては乗り、また悩み、また調整しては乗りで壊してるらしいんですよ。だから昨日はね、もう乗るのやめてね。イメージでペラを叩いて、もう本番に行ったらよかった。あ、よかった。だから本人は今日はどうするのかな。ただちょっと2回走りなんで、もしかしたら前半終わった後またね、悩む可能性もあるんだけども、船足がいいんでね、はい、スタート行けばっていうところでしょうね、うん。はい。まずここは進入予想。一応は枠なりそうって一つは、はい、うん、もう一つは鈴木選手がね、やっぱりね、はい、6コースじゃ面白くないとか、まあね、角山選手なんかはね、うん、
5号艇になったことによって、はい、何としても6コースは面白くない突っ張りたいとは言われてましたけど ね。でももしか動くなら鈴木さんなのかなと思ったんですけど、うん、でも枠なりなのかなと思って、やっぱこれそうですね、はい、で大沢選手、まあ、逃げスタート行けば逃げ、うん、ピン速攻、はい、相手探しと思います。僕はもう佐藤選手をこう連日ずっと押しております。もう長谷記者のググッとそうそう出足関係はね重いんだけど行き足伸び、まあ、直線ですね、直線関係は上位ですね、うんうん、はい、でも本人は出足は気になるけど、うんうん、乗りやすさがあるのでそこでカバーできてるので、ね、問題はないです。大事ですね、本当にね伸びはいい足してると思います、うん、ですんで今村選手もね、うん、ここ最近の大村がとにかくエンジンじゃなくてね、そうなんですね、下がってばっかりだったのは今節はね下がらないし、バランスが取れてまずまずいってるとは言われてましたね。おうおうおう、岡田選手、はい、予選まではもう乗りづらくてダメって、うん、はい、昨日はね、うん、ペラまた別の形締めたら、はい、乗りやすさもだいぶ来たと。お、そして出足は良くなってると思います。なるほど、ただ直線はその分ね少し落ちたかもしれないけども普通はあるとは思います。なるほど、でも出足が来たのは大きいのかなと思います ね、 ですよね。でも外枠勢もね角山選手もう昨日とも押したんですけどね、はい、レースは失敗はしてるけど船足はいい状態です、今節の中でも上位に入ってます。おっと、レスポンスってね反応がいいらしいんですよね。ですので、まあ、展開次第ではというところでしょうね。なるほど、鈴木選手はまあコメント的にもちょっとなかなかあんまりいい人がいてね、うん、自分はそこまでではないですねとは言った。結局、まあ、レースの上手い選手なんでね軽視はできませんね、うん、はい、でも大沢選手から行くならやっぱり佐藤選手を相手本戦としました、はい、ですので、まあ、本戦は佐藤選手の 2,3 着ということで、はい、印回ってる2番と4番絡める、うん、はい、でもうちょっと言うと逆転の 3,1 まで抑えたいなと。なるほど、ですので、まあ、買い目は印の回ってる選手を絡めたフォーカスですよね、はい、ただここは狙い目です。大沢選手、大沢選手昨日はトップスタートが決まりました、決まりました。ただ5日目までスタートが全然ダメだったんですよ。そうなんですよ、タイミングよりもね遅れることが多くてね、はい、まあ、5番手6番手というタイミング多かったです、うん、本に言ってました、はい、こんなのデビュー期でもないと思います。そうなんですね、というぐらいスタートがね序盤は決まらなかった、はい、だから昨日決まったので、はい、準優勝戦も決まればいいんですけどってことを言われてますよ ね。でもまあそこはちょっと不安といえば不安がありますね、はい、佐藤選手が今節伸びがいいのでスタート全速できれば、はい、大沢選手がもし5点を踏んだ場合はね容赦なくいく可能性がある。そうですよね、その、まあ、準優ですからね、一般勝負ですからね。それで出足が良くなった岡田選手、やっとここで出番が出てくるのかなと。なるほど、前節徳山優勝しました、うん、大村は前節優勝戦乗ってます、乗ってます。ことを考えても佐藤君が行ってくれたらいいの岡田選手ね、はい、チャンスが。どう思ってこう 3-4-4-3 のセンター勢の両立でちょっと狙ってみましょう。ちょっとここはね一応なくしての、この時はね3と4が一緒に引っ張る、うん、5番も6番も出番が出そうなのでこう前という形にしました ね。ここの穴の良いがピックアップで当たっているのか。9-10-11準優勝戦どこかで出てほしい、出るかもしれない、ここどこかなって言ってちょっと9、ね、すごくも佐藤選手を狙いましょう、ね、気になる佐藤選手をぜひ注目ということで、うん、困った時の長谷田のみなんですけど、今日の第9レースの、ね、準優勝戦を挙げていただきましたので、はい、ぜひ皆様ご注目していただきたいと思います。さあ本日6日目の本日も毎日展望をお付き合いしていただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者でした。朝本日もありがとうございました。